国は言ってるんですけども、真偽のほどは分かりません。でその狙いとしましては、高橋先生は、キルクークはイラク最大の油田地帯なので、誰が抑えるかが大変重要、キルクークの一部を占領したと映像を通してイスラム軍は主張しているということです。そうですね、ですから、まあ、映像は本物らしいんですよね。ですから少なくとも映像を撮ったときは、イスラム国家が自治域を制圧してたということは確かですね。で、非常に詳しい方がお話しすると。